メッシ、ベンチでの過ごし方を忘れる。明らかにベンチに慣れてないメッシ。レギュラーが当たり前だからな。メッシもこのポーズとは、たまげたな。かわいい、やっぱりプレイするのが好きなんでしょうね。俺の親父で草。メッシに見えない。試合慣れしてなくて、情けで出場した3年最後の夏ラスト5分、どっちのゴールに攻めればいいかわからず追加点献上した俺よりマシやろ。サッカーを全クリアした男の末路。この後、メッシは自分の姿が大型スクリーンに映されて肩をすぼめて苦笑いしていた、キュートな男だ。絶対にミームになるってわかってた。なおメッシベンチのこの試合はアルゼンチンがエクアドルに1-0で勝利した。コパはコロンビアかアルゼンチンの優勝と思う。アルゼンチン代表、コパで惨敗して後味悪いから結局2年後のワールドカップもメッシっていう展開が想像できる。霊抜きのブラジルとビニにとって世界王者のアルゼンチンとメッシは、バロンドールへの最後の関門にふさわしい相手ですね。肝心のメッシがやる気ないの草。ケンジャロード。